はい、今日は2月の29日、現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進しております。おなじみの赤い車、ビアリ版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、夕方安倍総理の記者会見をちょっと見ていたんですが、先手先手で物事を行ってまいりますと、このような本当にね、なんというか、ここに来てね、まだ本当のね、大変だなという自覚が感じられないんですね。と言いますのは、ね、全世界でこのようなことがね、起こった時の対応というのは、本当に私たちのこの先進国と言われる国でね、考えられていなかったということが、ね、国民みんなが知るところとなりましたね。しかしアメリカなどは的確ですね。はっきりと中国からの、ね、入国を拒否する、禁止にする、ね、しかし昔から土下座外交を重ねてきたこの私たちの日本国のね、ここ一番の決定的、こんばんは、そうですね、このここ一番のね、決定的判断が、私がいつも言っているようにね、2世3世の政治家にはできないんですね。去年のあの台風19号、20号、21号のね、被害、最初に判断して発表されたのが約2500億円。このように発表されましたね。しかし、それから1ヶ月後、なんと4000億円訂正されましたね。ここに私が一番注目したんですね。以前から私がね、団体として活動していた地球環境問題会議、ね、この地球環境会議っていうのは全世界のあの先進国のね、代表者が集まって地球温暖化を考える地球環境会議ですね。これ去年おととしアメリカだけ脱退しましたね。このようなことをね、今の国連と言われるね、要である戦勝国と言われるね、国だけが権限を持っていて、その国連で審議されたもの、この5カ国ね、どこか1カ国ね、反対したら、すべて審議されたことが可決されない。このような国連でさえそのような形でね、戦勝国とのたまう連中が、この全世界の権力を握っている。しかし、この度のこの状況、どこの国も、ね、これが大変な兵器でこのような、ね、ことになったことを指摘する国がおりませんね。先ほどの安倍総理の記者会見でも、ね、ウイルス、ね、このコロナウイルスについて特効薬はありません。このような会見でしたね。
私がいつも言っておりますように、この地球上の生物動物ですね、さまざまな学者研究者がね、地中の中にいる生物、そしてこの地球上にいる動物ね、そして植物ですね、一つ一つにどのような生命体があって、どのような病気を持っていて、そしてどのような細菌を与えたらね、その植物や動物やね、生物が抹消できるか、すべての研究がなされて、すべての結果が保存されているわけなんですね。しかしこのコロナウイルスというものは、地球上にね、今までなかった、誰も研究していなかったものが拡散しているわけなんですね。誰かがそれを作ったね、分かっているのにね、どこの国も発表しない、それはなぜだと思われますか？すべてが資本主義社会のお金が絡んでいるからなんですね。もし中国がそのような核兵器をね、作ってばらまいた、震源地はそこである、発生元はそこであると限定する国が発表した場合に、世界で第2位と言われる経済大国にのし上がった中国のマネー支援ストップしますね。それを全世界の国が恐れているわけなんですね。そのようなことでね、全世界の人類ですよ、つまり全世界の国を一国で支配しようとした、その研究が現在の実態ではありませんかね。このようなウイルス、3ヶ月ですね、そして今日の朝刊ですかね、中国でこのウイルスが発生した時に、昨年の12月に論文を発表した、そして1月のかかりに政府が抹消せよ、絶対に発表するなと、その論文を握りつぶした。しかしそれからたった10日目、1月の9日、隠すことができなくなってきて、コロナウイルスが発生したと中国が発表したということが今日の新聞報道で書かれていましたね。そしてあの武漢、どのようになっているか、私たち日頃からね、あの国、共産主義一党独裁の国、あの数年前ですかね、もう 10年もなりませんね、新幹線が脱線して陸橋から落ちたことがありましたね。そしてその中には死人がね、死亡した客が乗っていたのに、その場にその日のうちにユンボで穴を掘って埋めた、このような報道がなされて、
その後世界各国からブーイングの声に慌てた中国は一度埋めた新幹線を掘り起こしましたね。このような国とね、同じようにね、要するに敵国をね、殲滅させるようなね、兵器に使う細菌を作っていたとしたらどうでしょうかね。最初はネズミでこのウイルスが発生したと言っておりましたね。その次はヘビでこのようなウイルスに変化した。その次はハクビシンでこのようにこのウイルスは発生した。挙句の果てには野生の動物を一切食することを禁止した。このような報道がね、外伝で新聞記事として掲載されていましたね。しかし、これは全世界が危惧して、日本国だけではありませんね。次から次へとね、感染していって、そしてこの私の町でもね、一人、今日ね、発表されたんですね。私の育った、ね、暮らしていたところよりちょっとね、500メートルぐらい離れているところの病院の看護師さんが一人ね、感染している。このように発表されたんですね。さあ、私たちはね、危惧しているよりも、ね、憂うよりも、この現況に、こんばんは。ね、久しぶりですね。自分で、ね、自分の命は守ると、私がいつも言ってますね。政治家が選挙の時に、どのような公約で耳障りの良いことを言っていますか。国民が、ね、国民に訴える時に、あの衆議院議員、参議院議員の、ね、立候補者が、私は、国民の財産と命を守り、安全で安心して暮らせる町づくりに邁進してまいります。これが全議員になる公約のキャッチフレーズですね。しかし、この数十年間、政治家が私たち国民をね、一番に守ってくれるようなことがこの数十年間起こっておりますか？ね、この度の件でもそうですし、ね、あの昨年の、ね、台風による大被害もそうですね。私はね、この昨年の台風による被害でね、昨年の11月から国土交通省近畿地方整備局の管理している河川ですね、毎日同じことを皆さんに報告しておりますね。今日も土曜日ですよ。今日3通のね、文章が届いてるんですね。大阪府ですね、さらには三重県庁ですね、そしてもう一つはね、今日大阪府から2通ですね。大阪府からこれとね、そしてこれとね、そして三重県庁ですね。そして昨日は4通届いておりました。国土交通省近畿地方整備局ね、それと三重県から1通と大阪市役所から1通と大阪府から1通ですね。これすべてね、政治家と役人のね、私たちの命をね、ないがしろにした政治家や職員役人の危機感の
欠落から発生していることを私が連日調査しているんですね。面白いことがね、次から次へと発覚してくるんですね。日本全国47都道府県にね、一級河川というね、川があるんですね。皆さん、どこのね、県にも一級河川、それをね、流れている市町村がありますね。1700市町村の中にね、必ず川が流れている。ね。その川の、ね、要するに、川幅というのは、堤防から堤防までをね、川幅と言いますね。しかしね、この川幅の、私が調査しているのは、近畿地方整備局の河川部、ね、この下にある河川課というのがあるんですね。これは、大阪府の河川部というのは、近畿地方整備局の、ね、本館、つまり、大阪の大手町にあります、第一合同庁舎に7階にあるんですね。ここの出先機関が河川課というのは、淀川河川課という国土交通省ですよ。近畿整備局の出先機関。ね。淀川管理課というところが枚方市にあるんですね。ここの最高責任者は、役職は課長なんですね。この課長とね、今月の20日、ね、1時から面談をね、申し込んでいたので、時間設定して行ってきたんですね。そして私が一番最初にね、課長に素朴な質問をさせていただきます。ね、何でしょうかと言われたので、この封筒を見せて、ね、ここに近畿地方整備局国土交通省と書いてありますね。ならば、あなた方がこの建物の中で職責という名目のもとで管理しておられる設備とはどのようなことをなされているんですかと質問したんですね。そうしたところ、課長は一瞬考えられて、ね、堤防などの設備を整えております。このように言われたんですね。しかし私は即座に言葉を変えるようですが、ね、この、ありがとうございます。ね、大丈夫です。ね、この設備を行っているのは河川ではなく河川敷ではありませんかと改めて質問したんですね。河川管理課である担当部署が河川を整備するのではなく河川敷ね、川を整備するのではなく河川敷といってね、川幅の中に蓄積してきたね、ゴルフ場や野球場やサッカー場やテニス場や遊歩道、ここが大雨により少し決壊したからといってその流された土砂のところをまさか整備名目でゴルフ場の補修をしたり球場の補修をしたり遊歩道の補修をしたりしたんではないでしょうね。このように改めて質問したところ、それからね、課長も管理官も発言されなくなったんですね。
つまり図星。現在の政治家も役人も河川敷を放置してきて河川の整備を怠っていたということに、私の質問でこの課長も管理官も気づかれたわけなんですね。なぜならばね、川幅が堤防から堤防まで400メートルもあるようなね、川があちらこちらにあるはずなんですね。しかし海から10キロも登っていったところから徐々に64年間放置されて、上から流れてきた土や砂利や砂が蓄積して2メーターも3メーターもね、両側の河川敷に積もり積もって、その上に市民の遊び場所を作って、それで専用許可ですね、使用してもいいという専用許可を国土交通省近畿整備局が書類として契約書として与えているんですね。そして分かったことが、5つのゴルフ場でなんとね、2億円の使用料を民間のゴルフ場が支払っているんですね。この契約書も私がね、開示請求したところ、なんとね、本当に不思議なことが分かってきたんですね。どういうことかといったらね、ね、そういうことですね。そしてなぜかね、この課長や管理官はね、私たちの国民の命をね、何とも考えずにゴルフ場に許可を与えて、そしてその河川敷からなんと2億円ですよ、5つのゴルフ場から5つのお金を取れるような、集金できるようなシステムになっていたんですね。さあここからね、もう一つ不思議なことが分かってきたんですね。この5つのね、ゴルフ場から約2億円が毎年支払われているんですね。それを集金しているのがね、なんと大阪府なんですね。この2億円を私がね、茨城土木と枚方土木でね、約2億円の金を収集していますから、その窓口に、課長に、このお金は何に使用されているんですかと尋ねたところに、一般財源に編入しております、このように回答したんですね。課長、ちょっと待ってくださいよ、国土交通省が許可証、専用許可証として与えたゴルフ場を、その料金、使用料をなぜ大阪府が集金しているんですかと聞いたらね、なんとこの課長、いや、その経緯は分かりません、このように答えたんですね。おいおいおい、ね、河川敷から毎年2億円の金を徴収しておきながら、その2億円は河川のために使っているのではないのかと聞いたら、いえ、使っておりません、このような回答なんですね。さあね、これを私がね、連日ね、調査して、そして時間があればね、淀川、大和川、宇治川、木津川、桂川、
河川敷の写真を撮りに行ってるんですね。それをもとに不思議なことが次から次へと発覚しますので、それについて次から次へと開示請求をしていくんですね。なぜならば公文書として、例えばね、これは大阪府ですね、要するにこの大阪府のね、ちゃんとした公文書としてね、この大阪府知事の確認ですね、すべてこのようにして確認のあるものでないとね、司法つまり裁判告発するときに、裁判所では単なる資料としてね、ハンコのないものであれば単なる資料としてしかね、扱われず却下されるんですね、申請してもね。ですから私はネットでね、よくね、役人が使う言葉なんですね、道村さん、公開条例で手続きされたら1枚につき料金がかかるんで、ネットに掲示しておりますから、ネットから抜粋して資料として差し上げましょうか、とこのように言うんですね。つまりね、私はね、長年こういうね、調査をしていますから、このネットからもらった資料をね、裁判所へ出したときにね、そしてこの裁判所の証拠としてされるときに、なんと役所はそのネットに掲示していた文章の何行かを変えて、市長と知事のハンコのついたものを裁判所へ提出してくるわけなんですね。そうしたところ、必ず私が提出した書類では敗訴、負けるわけなんですね。こういうことを何年も戦いしてきていますからね。しかし私がこの度の調査で目指すのはね、全ての全国の河川の積もり積もっている、蓄積したこの土砂、土、砂、砂利を全て川底と400メーターの川底を必ず整備しておく。水が、大雨が来た時にどこを流れても良いように、これを整備するのがあなた方の責務ではないのか。このように今指摘しているわけなんですね。これをね、一役人に言ったところで国は動きませんね。しかし全ての資料が揃った時に、当然その職責にある国土大臣、総理大臣、そして官僚ね、国土交通省、さらには経済産業省、建設省へね、必ず私は書類提出してまいりますね。そしてそうですね、この一切やってないんですね。この川の、川底のね、水質検査があるんですね。しかしね、大変ね、おかしなね、膨大なね、河川のね、管理費を国はね、与えていながら、なんとね、水質検査ですよね、川が汚れたね、おかしなものが流れている、なんとね、年に4回だけ検査をして出しなさい、こんなとぼけたね、決まり法が、条例があるんですね。私はこれをすぐに毎月やるように、この東大阪は制定させたんですね。さあ今のね、私たちの日